え？でも本当に大したものなんですけど、本当に大したものです。一番のストーリーだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すげーしー。今、あのね、思いつきで動画撮ろうと思って今撮ってるんですけれども、明日ね、ついに荒井淳さんとコラボするんですよ。ありがとうございます。そして、あのね、これやばい。これ、すごいんですよ。朝倉環奈選手。あの、総合格闘技の選手。朝倉環奈選手も来るそうなんですよ。はい。なのになんで今回してんだよって思う方、ご安心ください。というのもね、今、淳さんの YouTube のチャンネルが見えますかね？今、9810人ですね。はい。ということは、もうすぐ1万人。ということで、YouTube って10万人いったら銀の盾がもらえるんですよ。で、100万人いったら金の盾。で、1万人はね、まあもらえないんですけれども、まあ、せっかくなんでね、淳さんにプレゼントしようと思います。僕がね、中学生の時に、襲名に練習行った時に、まあ、淳さんが高校生でいたりとか、あとは淳さんが日体に進学して、僕は襲名の時に、日体に練習行ったりとか、あとは、筑波大で日本選手権出て、全日体というかキングフィッシャーと戦う時に、淳さんが、その相手チームにいて、ちょっと声かけてくれたりとか、そこは襲名のつながり良かったなって。はい。で、僕が、高校生ぐらいの時からかな。まあ、淳さんが、まあ、今みたいなインスタをずっと上げてて、おお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 おめちゃくちゃすごいわって思ってて、うわ、やっぱすごいなとか思いつつ、羨ましいなって気持ちも、まあ、素直にありました。しかも、日本代表で、あとブログとか、まあ、テレビとかもすごい出てましたし、一番の思い出が、大学3年生の時かな、日本選手権で、アップ中だか招集の時だか忘れちゃったんですけれども、マッチアップしようよみたいな感じで、まあ、いい意味の挑発で、なんかノリで、俺につけようみたいな感じとかあると思うんですけれども、確かそんな感じのテンションで言ってくれて、お願いしますみたいな。襲名って先生とかに挨拶するときに、おじゃまあ、その名残があって、先輩とかはどう？じゃみたいな。まあ、今はそんな、じゃみたいな感じなんですけれど、まあ、その時僕、まだね、SNS 発信してなかったし、すごい緊張してて、あ、声かけてもらったみたいな。一ファンとして興奮してたみたいな。まあ、その思い出が、まあ、一番深いですよね。まあ、あと最近で言ったら、オリンピックの時にちょっと写真出してもらったりとか。はい。てなわけで、アツシさんにもうすぐ1万人ということで、おそらくコラボした時にアツシさん1万人いってるんじゃないか説を僕が立てて、じゃあ動画で渡せばその時1万人いってるよねっていう。まあ僕サプライズ結構好きなんですよ。なんか人に喜んでもらうのが好きなので、もうシンプルにプレゼントしようかなって思って。で、今からあの、つくばのね、ES っていう唯一のショッピングモールといっても過言ではない大きいとこに一人で、まあ、行こうと思ってたんですけれども、待てよ。僕がプレゼントしようと思った家庭、それで買いに行く様子、で、当日渡す。これ、動画になるんじゃねって思ったんで、今カメラ回してるんですけど、朝倉環奈さんがあの、今、10万人行ってるということで、これはシルバーの何かですかね。一緒に来るかもって言ってたんで、まあ、淳さんにだけ渡してなんか、あ、渡しはないんだって思わせるのもなんか嫌ですし、まあ、初対面なんですけれども、10万人行ってるんで、プレゼントできればなと思って、今から買いに行ってきます！レッツゴー！はい。もうね、10分ぐらいで着いちゃったんですけど、しかも高すぎてもなんか逆に重くなってしまうので、なんか、すぐ使える美容系のもの、プレゼントしたいなって、選んでいきたいなって、思います。筑波に住んでてここに来たらもう他に行くとこはないと言われてます。どこにでもあるフランなんて読むな、これ田舎のくせにしっかりいろいろあるんですかね。待って、でもここなんかめっちゃいいのありそうじゃね。これはとろけるように寝れるナースキーが紹介してるやつだ。淳さんにあの水着
嘘です、ヨギボーできてんだけど、ライジンで座ってたからな、これ絶対持ってるだろうな。お口バッテン、これやばくない、熱すぎやばい、何買ったらいいか分かんないよ、ガチでやばい、30分ぐらいで閉店しちゃうから、これやばい、これ僕あるあるです恐れていたことが起きました、タイムアップですやばい、8時に閉まるの分かってなくて2時間ぐらいぶらついたけど、1つしか決まりませんでした。なのでこれからドンキに行きます。つくばにあるメガドンキホーテ、もうねここは人がいっぱいいるので、ちょっとカメラは回さないで行ってきます。はい、買ってきました。もうねめちゃくちゃ迷った、もう優柔不断なんですよ、うん、これ直んないんかな、楽しかったですね、なんか選んでて、うわこれあげたら、あこれこれ、あどうなんだ、美容系の消耗品にしました。やっぱりそれならまあ使えますし、まあ使って損はないと思うんで、喜んでもらえたらなと思います。いやちょっとね楽しみだな、明日楽しみです。寝れるかな、はい、おやすみなさい、すげーしゃー、ここは使おうけど、あつしさんと話したことある？僕はね、いや、ないですね。ないです。でもない。あの、一回来ましたね。いらっしゃいましたね。あの、なんか、ドキングフィッシャーが、うん。水球教えに来てくださった。なんか、水球教室みたいな感じで。龍馬もいたのそれ。僕だけ。行きたかったけど行けませんでした。あ、じゃあそれは、何、熊本だけじゃなくて、他のチームからも来てよかったの？鹿児島とかも行ってましたよね。あの人が熊本に。そうなんだ。俺、アジスさんとさ、ちゃんと話したこと一回もないよ、まだ。あ、そうなんすか結構なんか仲いいイメージでしたけど、ね、確かにSNS やってるから繋がってんだろうみたいな、うん、緊張します、緊張してる、じゃあぶっちゃけぶっちゃけしかもまださ、動画のあれも決まってないし、順番も構成も当日行ってその場で決めるみたいな、なんで決めるんじゃないですか、事前に一応。でもアツシさんとまだどっちがどっち取るかとか決めてないから、プールで決めましょうって送ったから、まあでもこんなね会社みたいにガチガチに事前に決めてっていうのもなんか嫌だし、どんな動画になるのか楽しみです。あの今私プレゼントをね詰めてます、バレないようにしないとね。どうする、これでもういなかったらプールに、あと一人しかいなかったら、でこれ俺持っててバレちゃうからさ、ちょっと持ってって。あ、分かりました。 OK、 喜んでくれますかねじゃあ行きましょう。はいよバレちゃう、やべ普通に緊張すんな、いける、新境やん、襲名の鏡襲名ネタ、待って加藤先生会ったことある、会ったとかもこの間撮影の時とかに、はい、はい、自己紹介とかしてないでしょ、してないしてない、はじめまして自己紹介させていただきます、私埼玉県襲名高校動画講師新天です10名です、うわ、伝わって、練習してるよ、よし、よし、もう十分です。まず、タイムとかそれぞれ測って、こんぐらいの差はあるよっていうのを共有して、業務コマ。最初は何？今から、アツさんの方で、なんだ、シュート勝負とかの企画になって、僕の方で質問コーナーみたいな。はい。
ですか。すぎましい言っちゃう俺。かわすこれが、これが、まあ、今日のゲストを呼んでます。前の。レッツホー。水、なんていうの数少ない YouTuber で。水球だ。水球。水球男子かもしれないです。本日はですね、久々の水球の企画になります。今回は、数少ない水球の YouTuber で、コラボしていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ、どうぞ。すみません。そうなんですよ。これがTikTokで、すごい感じ。じゃあ、やっていきましょう。はい。三本勝負めっちゃ疲れた。いや、シュートはでも速度的には一緒だったからまあ一緒だったけど、まあね、勝たない惜しかったっすね。巻き足は乱ない人思うかった。55秒ってでも相当強いっすね。15秒で測ったことなかったから、うん、あれやったけど。あとなんだもういいか、うん、もう片道でさじ、うん、どこが勝負ってました。うん、片道しちゃった。ターン後ろ、もうアツさん隣にいないから。なったね。噛んじゃった。くそ。苦しいです。よっ。ありがとうございました。あの、アツさんがもうすぐ一番人ってことで、プレゼントしたんです。え？でも本当に大したものなんですけど。本当に大したもの。おはようございます。投稿したいっぽいじゃないか。あ、ありがとうございます。おはようございます。ありがとう。あの、アセシさんにだけやとるか、いい感じになっちゃうね。カンナさんにも。え、カンナさん。え、こいつ言ってましたよ、ここで。あれ、カンナって言われた。違う違う違う。ってなると思ったんで、ちゃんと準備させて。ありがとうございます。ストリート系が好きって言ってた。よく。一番のストリート。ありがとうございます。ありがとうございます。やめていい。ありがとうございます。これ。はい、ありがとうございます。これはもうお風呂ですね。これも超かっこいい。いいじゃん。これ着て帰りたい。ああ、よかったよ。ありがとうございます。私服で行きます。俺に持たせないで。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い。可愛い。似合ってます。
お世話になりました。お世話になりました。いや、本当ありがとう、助かった。いいえ、いいえ。今日さ、はいはいはい、アツシさんの知らないこととかいろいろ質問、うん、びっくりでしたね。そう、普通に俺びっくりしたのがさ、はい、やっぱ日本代表すげえと思ったのが、うん、あの小学校から、うん、あ、1日1個目標設定して毎日やって、1年だったら365日分5個のスキルが身につくって言ってたじゃん、うん、それやっぱすげえな。いや、俺には無理だなと思った。まあ、継続することが難しいですよね、それって。でもやり始めちゃえばもう習慣になって、うん、その習慣づけまでというか、なんともないけど、うん、いや、今から俺それやるってなったらきついな。いけるんかな。どうなんですかね。アツシさんの夢気になるね。ああ、なんかそうですよね、決まってはいるみたいな感じでしたけど、なんなんだろう、何系かな。じゃあこんな感じ終わりましょうか。はいはいはい。じゃああとはつくばついてピザ食べて終わりましょう。いただきます。あれでした。いやー、めちゃくちゃ楽しかった。もうね、楽しかったです。はい、あつしさんとカンナさんが水球をやる動画かな、まあ、それを僕が、まあ、時間空いてたんで見てたんですけれども、本当に格闘家なの、え普通の女の子、なんか普通に可愛い女の子っていうイメージでした僕は。まあ、競技やってる人ってね、まあ、二面性があったりするんで、まあ、性格が変わるみたいな、まあ、そういうのはスポーツあるあるなんで、こんなにはっきり違うんだっていうのをね見て、一人でなんかすげえなって思ってました。それで一番肝心なね、まあ、プレゼント、想像通りの反応というか、すごい喜んでもらえて、なんかめちゃくちゃ良かったです。コラボした動画で話してるんですけれども、5万人いったら自分で曲作って披露してくれるそうなので、その時はまた楽しみにしてます。今回僕の目標というか夢が一つ叶ったんで、また次の目標を設定してコラボしたいなとかっていうのは、まあ自分の中でもやもやあったんですけれども、結構はっきりしてない部分があるんで、まあ、もっとこの人とこの人とこの人とコラボしたい、そのために頑張っていくみたいな、そういう目標を持ってね、これからちょっともっと頑張っていって、早く1万人年内に行きたいなと思います。 Vlog っぽい感じでしたけど、はい、実はこれカメラ借りたんです。で、僕ももうあとどのぐらいだ、あと1、2週間したら、すみません、よくわかりません、1、2週間したらもう届くんで、動画の質が変わるのかって思うんで、はい、楽しみです。これからの動画楽しみです。今回はこんな感じです。最後にご視聴ありがとうございました。コラボの動画ね、まだ見てないって方はそちらぜひチェックして、あつしさんの方のチャンネル もうチェックしてください。はい、で、あつしさんに歌ってもらうためにチャンネル登録して5万人まで早く行ってもらいましょう。はい、という感じで以上です。ありがとうございました。